今日は柴崎昨日は横浜とかね、昨日は横浜じゃなかったですけど、お会いしたその前はどこでしたっけっていう感じで、今日は柴崎に、一人でやるのは初めてかもしれませんね。ここはもういつもワイワイガヤガヤとですけど、グランドピアノですからね。その辺にあの、ね、写真があると思うんですけど、秋吉敏子さんがここでね演奏されて、うちの母の同級生で、大連の女学校で一緒だったので、そんな縁で、秋吉敏子さんの写真があったり、ここでやったということがね、とってもなんとなく嬉しいような感じ、ここにいたんだみたいで、今日はチューン新中軍の音楽が、歌謡曲に影響したという、そういうところに少し、頭を持ってって、そして選曲をしてみました。この今日のテーマは1952年って言うとね、もう66年前ですけども、1952年、ジャズブームだったんだそうです。昭和27年ですね、ジャズがものすごかった、一番こう、ジャズものすごかったっていうか、今で言えば何ですかね、もうちょっと、もうこれも古いけどヒップホップ、その前は安室ちゃんたちがいて、日本でまさか全然このジャズと関係ないように思うかもしれないけど、世の中そんな感じでジャズブームだったんだそうです。その話を聞いてね、今やジャズって言ったら難しそうな、なんかね、一つなんかこう一定みたいな感じだったりとか、また違う感じもありますけど、その頃は、ジャズってとにかく海外から入ってきたものは全部ジャズって言ってたんだそうで、シャンソンも何もかもね、そのまま1952年に進駐軍が、いなくなった、サンフランシスコ条約で、日本はそれまで、終戦から7年の間日本という国はなかったんだそうですよ。本当にそんなことがあったのかとね、今頃分かりますけど、この1952年にサンフランシスコ条約があって、日本は日本として国としてまた認められたっていう、それから12年後の、ね、東京オリンピックでまたそれから復興するところをみんなに見せて、万国に見せて、それからまたどんどんと成長して、それからまた落ち込みもあったりして今に続いてる、その中に、このアメリカが運んできたジャズが、みんなお金になるもんだから生活ができるからってやってみたら、それが腕になって、そして歌謡曲を作ったと。で、歌謡曲の、作る人になったんですね。1950年以降進駐軍がいなくなったので、そういう風に、発展していったということを聞いています。出すから。
諦めた。だからあいつに言ったんだ。もしも今でも僕だけを思ってくれているならば、僕に知らせてほしいんだ。平岡誠二さんですね。平岡誠二さんってこれはピアニストですか？木琴。あ、木琴。ビブラフォン。そうなんですか。私が一番若いんじゃないかな。やっと、ね、店長はあのもう現役でトロンボーンの奏者で、この全部バックやってたんじゃないですか。ね、あいつ。私の世代はもっとみんながだって早いな、広岡誠治って何やってたの、もう金ってくるからね。私の世代はもうちょっと後ですよ、68年、いや68年に新宿の、東京にいた人いますか。68年にね 10.21 っていうのがありました。そこがもう騒乱罪で、うちの父がそういう公安関係だったんでよく覚えてるんですけど、ね、新宿駅の構内まで下馬を持って入ったんですよね。ちょうど高校生で あそこの横を通るんですけどね、次の日の朝もうすごかったし、もう煙がまだね、こう学生闘争の煙がまだね立ってて、朝そのところをこう横を通って山手線に乗って高校に通ったんですけども、その頃60年安保ですかね、神田川なんかもね、歌詞の中に隠れて、その闘争のことが入ってるんですね。あなたが怖かった、優しさが怖かったというのがね、そのデモに行って帰ってきてた時の、光景なんだそうですけども、70年代がちょうど20代かな、70年代の最初に学校の、先輩に言われて、広のねちっちゃなサバークラブでね、歌ってた歌があります。この曲はなんとなく、その頃の私みたいに、俺のあんこはタバコが好きで、いつもプカプカプカ、体に悪いからやめなって言っても、いつもプカプカプカ、遠い空から降ってくるっていう幸せってやつか、あたいにわかるまで、あたいタバコやめないわ、ふか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 。
子はスイングが好きで、いつもルビルビルは下手くそな歌はやめなって、いつもいつもルビルビルビルは、あんたがあたいのどれもいい歌を涙流して分かってくれるまで、あたい歌をやめないわ、ドゥドゥビドゥビドゥビドゥドゥドゥビルバ。俺のあんこは男が好きで、いつも俺のことなんかほったらかして、いつもライブハウスをやってて、それで、なんとか変わった名前のなんかグループを作って、それでそのグループで歌ってたっていう西岡京三さんという人が、ゾウ、クルー、ゾウって書いてゾウ京ゾウっていうあの、ペンネームで作詞作曲してたんですけれども、これをねちょっと歌ってる時にちょうどその広尾のサパークラブなんですけど、まだね、学校に入ったばっかりで19人、20になってたかな、なんかね、恋の泥沼にいたような気がしますね、すごく。あ、20過ぎてた、22、3だったな。これ歌いながらね、彼氏がその辺にいるんですけど、それがまたね、5人ぐらい女の人がいるんですよね。それで、俺は将来、結婚しないで5つのドアを持ち、5つの女がいると。月曜日は誰、火曜日は誰と、私木曜日ぐらいでいいななんて思ってたんですけど、その厄介者と、そのうち結婚することになったんだよね。この時もですね、私以外の女性がいましてね、もう本当にね、なんかこれをね半分泣きながら歌ってたような気がする。あ、
70年代はね、青いというか、そんな匂いのする楽歌でした。そういう歌をですね、ずっとずっと後の、私たちなんかその、世代よりもずっと後なんですけれども、エゴラッピンっていうね、あの女性は何ていう名前かな、エゴラッピンという人が昭和のそういう時代に憧れて、もっと若いんですけど私たちよりも多分ね、すごくこうミステリアスな人なんで、エゴラッピンというグループがあるんですけど、そのエゴラッピンが色彩のブルースという素晴らしい曲を作ったんです。素晴らしいというのかな、やっぱり同じような匂いがしますよね。まだ戦後の雰囲気がこう残ってて、進駐軍が帰っていってしまって、でもなんかいろいろなこう、なんていうんだろうね、そういうなんとも一言で言えないけど、暗闇がまだある時、世の中ここの部屋もなんかね、暗闇がありますよね。暗闇って真っ暗というかね、こうこのほら、なんていうかこう、これがね、味わいっていうんですかね、このここコーヒー店だったらしくって、なんかもうコーヒーがもうめちょってこう染みついてるような、染みついてるというようなね、いろんなこう人生をとか時代を引きずってるっていうような、そういうところに何か何かを感じたんだろうな、エゴラッピンの人たちは。20年ぐらい前だったと思うんですけど、この曲を、ヒットした曲です。
伝えたいと思いながらね、いい曲ですよね、このメロディーライン、初めて歌ったんですけどね、色彩のブルースという曲をお送りしました、それではね、これも最初初めて歌うんですけれども、エリチミさんだったかな、あの吉田秀子さんという人も、歌ってるんですけど、サイドバイサイド、めったに最近あの歌う人聞かないですね、サイドバイサイド、聞けばね、ああこの曲かというふうに分かるんですけれども、みんな知ってらっしゃると思うんですけど、そういえば吉田秀子って言えば、ね、この近くの東邦学園 の, あのもっと前、東邦学園演劇科の出身ですけど、その前は俳優座養成所と言いまして、吉田秀子さんは何期だったかな、14期か15期かその辺ですよね、さっきのぷかぷかの、俺のあんこはあんこっていうのは誰かなって、スイングが好きでっていうね、そのモデルがいるらしくって、安田美奈美という、これもあの頃の人でないと知らないんじゃないですかね、あのふっと消えちゃったんですね、何かをすっぽかして、そういえばそういう人いたんですね、あの高橋恵子さんとかね、あの現場に現れず、本番の現場に現れず消えたままどこかに行っちゃったんですね、消息不明で、でも私たちの先輩なんですよ、16期、俳優座養成所の16期なんで、私が6期生ですからいくつか先輩なんですけれども、あの本当に暗闇にいるようなというかね、ディスクジョッキーをやってましたよね、ラジオので、安田美奈美ですとか投げちゃって、それで長女が話して、その声がねもう本当に低くって、あのプカプカみたいな、そのまんまみたいな感じで、プカプカはその安田美奈美さんをね、歌ったと言われてるんだそうです。サイドバイサイドは上海バンスキンの中で、吉田秀子さんが歌ってますけど、まあ、あのテネシーワルツの、裏だったかな、 B 面だったか、そうじゃないか、アメリカから帰ってきて、エリチエミさんが帰ってきて、何かの曲、思い出のワルツだ、思い出のワルツを、帰ってきてから、思い出のワルツはあの、泉さんがヒット曲で、最初に歌ったのかな、もしかしたら、ちえみさんが先だったかもしれないけど、その思い出のワルツの B 面にサイドバイサイドを入れたんだそうです。この頃 の, まだ本当にだから27年が、1952年が、雪村純さんのデビューの年なんですよね。その後少しそのジャズブームが続いてる間に、みんなそうだ、ジャズはあの仕事になるから生活ができるからっていうんでね、アメリカに行ったりなんかして学んできて帰ってきて、そして向こうでヒットした曲をすぐにレコーディングして、そしてまた間に日本語を入れたりしてやるんですけど、日本語の入った形で力智恵美さんの歌詞でやってみます。吉田秀子さんとはまたね違うんですね、歌詞が違うんです。吉田秀子さんのあのシャンバイスキンはですね、戦前に、アメリカから来た、なんていう人だったのかちょっと忘れちゃった、その人のほとんど歌い方を真似してるそうなんですけど、sharing our love side by side.
となくねっていうか、まあ、私はそんなに懐かしくないんだけど、まあ、懐かしいんじゃないかなと思う。懐かしい空気を感じます。サイドバイサイドね、これはとてもその頃の、そしてこうやって日本語を間に入れるっていうのがね、その頃のなんか流行りみたいなんでいい感じですよね。もっと前からもあったみたいだけど、日本女性歌手もね、男性歌手もそういうふうに、いろいろとやってました。ここでなんか、いろいろ喋ったりなんかしていろいろやって、今日は本当に気軽な感じでですね、やりたいことをやるという感じなんですけど、新しい曲もこんな風にやったりしてるんで、あ、これこれ、さっきなんだっけ、坂本澄子さんって言ったじゃないですかね。坂本澄子さん、最後奈良山武士校ね、和捨て山の、いやジャズ歌手だったけど、女優さんでもあったっていう、それで奈良山武士校でなんか向こうで映画祭ですごい賞を取るんですよね。確かおばすた山に捨てられるおばあさんの役をして、歯をそれで全部抜いちゃったって聞きましたけどね。もう役者さんのその入れ込みっていうのはすごいなと思って、その坂本澄子さんが、夢で会いましょうとかで、ね、よく出てたり、皆さんNHK の、なんかこうパワフルで小柄でちょっとパクッとしている感じで、坂本澄子さんも歌ったし、それからペギー葉山さんも歌ったんですけど、ドミノっていう歌があるんですよね。みんなジャズって言ってたんで、ラテンも何も全部ジャズって言ってたんです。これちょっとスペインかポルトガルかよくわかんないけど、南米か、とにかくあっちの方の歌なんですよね。そう、音っていうかね、コードがね、スペインっぽいです。ね、スペインのなんかあれみたいです。じゃあドミノ。感じはするけれど、日本語はね、ドミノっていう言葉がとっても分かりやすいというか、耳にいいというか、なんか、ね、日本語の歌のような感じがしますね。
今出ましたその坂本澄子さんがこれ歌ってましたけれども、もう一つあもう一人そのペギー葉山さんが歌いました、今日はね、ペギー葉山今日の広告っていうか宣伝のチラシにちょっとずつその今日今歌ってるのの誰が歌ったかってカッコでして書いてあるんですけども、あここにもあるわ、これもちょっとこれはできないな、火の節分とかね火の節分ってちょっとね、まあ、あんまり練習してないからできないんですけど、あの火の節分ってもこれもあのラテン系で、とってもすごい曲ですけれども、もっと可愛い歌が一個あります、町の小さな靴屋さん、これもあのこれあんまりね知らない人も結構多いんですけど、私はすごくよく知ってるんですね。どっかに行っちゃった、あちょっと後でやる。町の小さな靴屋さんがいつ見てもっていう歌ですね。タタ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 、これなんかよく聞いてたような気がするんですけどね、そういうところからあの外国の歌を歌いながらだん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 こう音楽に染まっていって、そしていろんなあの新しい歌がまあ、プカプカとか色彩のブルース、さっきやったのなんかあのブルースの感じですよね、私何時からやってるかな、適当でいいって言われてるんですけど、45分ぐらい適当に2回ぐらいやってねというふうなことなんですけれども、適当という感じで、あこれこれもこれもちょっと、そうだな、じゃあ、これ蘇州夜曲というのをねやってみます。蘇州夜曲というのは、これもあの日本のジャズのジャズの、編曲とか、そんなことではジャズの、理論ですかね、理論とかを、まあ、とってもあのたくさん後輩たちに教えたっていう話を聞いてますが、服部良一さんという人、服部良一さんあの大阪かなんかあっちでなんか三越だか高島屋だか、あそうですか阪急そうかそうそう阪急少年音楽隊、そうそうだそこに、出てて、そして、楽隊で、習ってるうちに、クラシックの有名な指揮者で作曲家の外人の方がなんかね大阪交響楽団にいたんですって。でその人のところに、理論を習いに行ったんですね、教えてくださいって。で最初断られたけどもすごく熱心だったんで教えてくれた。でそれがジャズの理論の元になってて、そして今度ジャズがあの世の中でだんだんヒットしてきた時にそれをあの自分はね使えたという。そしてみんなあの困ってるので後輩たちには教えて、そして東京行こうよって言ってね、生活ができるからっていうことで、随分あのただ作曲したりいろんなことをしただけじゃなくて、そういうねあの活動をたくさんしたんだそうです、そして、もっとこう日本人の歌を作ってと言われてね、この蘇州夜曲を西條八十さんの、歌詞につけるんですけど、最初全然ヒットしなくてやっぱりダメだよと言ってる間に、なんか羽鳥さんあの上海の方で向こうで火がつきましたって、日本じゃなくて、そんな曲ですね。
2回でいいということで、1回も2回目はじゃあ最後は誰かに歌ってもらおうかと思ってますけれども、歌える人はね、楽譜今用意してください。1曲なんだっけな、他にもやるって書いてあった曲を簡単なの、あ、この書いちゃったけどこれできないのはミネサトの卵売り、これはちょっとできない、だからでもいつもやってないやつをねやってみたいなと思うんですけど、ブラックコーヒーはこれはねすごく大量な時間が必要なんですよ。ブルームーン、ブルームーンね、海田勝彦さんも歌ってた、いろんな人が歌ってましたけど、これはちょっと軽いので、じゃあこれを歌ったら、そうですね、三枝さんとかね歌ってみてください。他にもなんか歌ったり楽器持ってる人は言ってください。せっかくですから、ここでね何かが、その私が一人ならば何でもできるっていう感じがあるんで、伴奏者なので、あれ、そうできますので、みんなと楽譜ないないとか言わなくてもなんとなくできるから、それをちょっとここでね試して、そういうのあんまりなかったような気がするんで、じゃあブルームーンを1コーラスやりましたら、じゃあ三枝さんね、海田勝彦さんが歌った、みんな、まあ他の人も歌ったブルームーン、and then suddenly you appear before me, the only
only want my arms forever old. I had somebody whisper, please tell me. And when the Lord the moon her down to God moon. ドラマじゃなかったっけ。ここ近いですか。そうでもない。初めてですけど、グランドピアノがありますんで、あのショパンの木炭、あのオーパス9の2、これをジャズ風にアレンジした To Love Again を歌わせてください。センターで、センターで、端っこ行かない。Love praises of you.
感ありますよね。佐伯さんの声本当にグランドピアノだったり。はい、どなたか、タリさんやりますか。タリさんはね、ここのお店を紹介してくれた人だから、もうとにかくあのないがしろにしてはいけないと思って。ないがしろにしてはいけません。あのそっちに足を向けて寝てはいけないという人なんで、共同から来てますけど、長山の方はどっち。長山、西かな。例えば、西郷さんを紹介したのも私だから。あ、そうですか。お世話になっております。ですよね。はいはいはい、やりますか。じゃあ、はい、1回目はじゃあ、たるいさんが鳥だな。いや、1回目です。はい、1回目のステージはね。はい、あ、じゃあちょっとこう。ちょっと説明をして。はい、はい、どうぞ。これこれ。こちら、こちら、こちら。こちらです。こちら。まあ、今日は戦後のジャズっていうことですけども、実際には作曲されたのは戦前の月光値千金という曲があります。これはアメリカなんですけどね、1928年に出版されたそうで、現代は外へ出よう月の下へといったような意味なんだそうです。で、1928年にヘレン・ケインとナマニエル・シルクレット楽団によって録音されたほか、で同年のうちにね、リンク・クロスビー歌ってるんですよ、これ。それからポール・ホワイト・バン楽団もやってると、うん、ちょうどね、まあ、今みたいになんとなく世相が貧しくなったというか、恐慌のちょっと前なんで、さっきのね、サイドバイサイドもそうだし、戦前だから、ね、ちょっと、まあ、戦前というかね、28年か29年あたりね、そういう曲が多いんですってね。その後ですね、戦後、はい、ドリス・デイが1959年のアルバムで歌って、 さらにあのナット・キング・コールも1963年のアルバムに入れたそうです。ナット・キング・コールの歌はこれ YouTube にありますね。で、まあ、その頃からスタンダードナンバーになったと。それで、日本なんですけども、これも1928年に日本語詞も作った人がいるみたいなんですが、実際には戦後あのエノケンとかね、それからビッグミネが歌って、かなりヒットしたと。まあ、そういう曲でございます。Thank you.
またちょっとまた皆さんドリンクでも、注文して、休憩いたします。15分ぐらい休憩しようかなと思って。持ってきてくれたからせっかくだから、なんでこんなに出たんですか。もう全然ですよ、時間はない。すごくいい声が聞こえてきたところで、聞いてるのも良かったね。今のはフランク・シナトラさんですか。ジョニー・ハート、ジョニー・ハート、綺麗な声、すごいスピーカーが聞いてるのもいいけど、そこにいた二人がいなくなっちゃったら、なんかやっぱり間が持たないっていうか、空間がなんか持たないっていう感じで。真ん中のあのタマニュータウンのあのなんてクロスするところの、あそこでジャズ
ジャズフェスバルがあるじゃないですか、はい、あ、なんでやられて私はもうほとんどあの実演にはあんま関わってないですスタッフでいらっしゃる、ありがとうございます。多分今度魂はあれですね、あの26日に、聖蹟桜ヶ丘のビータホールっていうところで、ジャズコーラスを 1,2,3 個作ってるので、それの業界のようなマンスリーコンサートに出るんですけども、ね、ドラムが、そっか、ドラムね、ドラムがいないんですよね、それね、それでは、そのさっきの続きをやってみたいと思います。これもとっても初めてかな。最近は三人娘の話ばっかりしてて、そしてたまたまの、本当のたまたまの偶然で、吉村泉さんの伴奏を時々ね、させてもらってるんですけど、さあ玉木さんもいたし、青江美奈さんも歌ったったし、それから松岡和子さんですか、松岡さんもこの歌ってたかもしれないな、ブラックコフィー。 I'm feeling mighty lonesome, haven't slept a wink. I was a lover from 9 o'clock, I dream, I drink black coffee. Love so hand-me-down nowTill home, I love how slow the moments go, and all I do is pour black coffee. Since the blues call my eyes, I'm hanging out among them, my sounded dreams to dry.Below was the ground.
コピー、ブラックコピー、ね、あのブラックコピーって結構 あれがリクエストは結構あるんですけど、いつも古くは80年代にニューオータニっていうところで、弾いてた時があるんですけど、その時はね、本当にたくさん、やりましたけどね、最近はもう本当何十年ぶりですね、こんな、なんかやっぱり時代によってすごくヒットしてたのに、いつの間にか消えていくわけじゃないんだけど、あんまりやらなくなっちゃったような歌とかありますね。絵の剣の歌ですね、これ本当に、さっき、月光値千金というのが出たので、もう一曲、そんなような曲なんですけれども、まあ、似てるんですけどちょっと違うんですね。それで、絵の剣よりも二村定一っていうんですか、あれ二村って読むのかな、二村、二村って読むんですか、二村定一、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 読めないですね。二村定一さんっていう方の方が、なんかいろいろと、なんか音楽的に良かったという話もいろいろ聞いてますけれども、ね、絵の剣の方が全然有名になっちゃったけど、早く亡くなったのかな。これも絵の剣で有名ですけど、北村さんが歌った私の青ざ、夕暮れに青いビル輝く青空、日暮れてたどるは見て弾いてたからね、全然、いやまた石井さんが叩いてんだと思いながら、なんかねビートが違うしね、キュッっていうなんか性格ですよね、これなんてね、やっぱり面白い、叩くんだからね。ピアノも打弦楽器って言うんですよ、本当はね打弦楽器って言うんですよ、この弦を叩くから、鍵盤っていうんじゃなくて、これもうなんか怒った時に叩くのと同じですからね、こうピアノってのはやっぱりそれもそうかもしれない、他もそうだかもしれない、叩く楽器っていうのはタッチが命って言われますよね、タッチが命、もうそのタッチっていうのはね人間性なんだそうで、そう、まあ、いつもそこに帰るんですけど、タッチが命って言われるとね、あーっ
ついたなみたいに思いますけれど、そう、あの今日のテーマというのはですね、まあ、多分このマスターも多分進駐軍に行かれたかな、私よりそんなに上ではないと思うけど、立川も厚木も横須賀も全部行きました。あ、すごい、すごい、すごい。ダン池田と指、その前、あ、その前、その前もあるの、船木和夫のバンド。へえ、船木和夫さんみたいにアミニに歌謡曲でヒットした人はなんか英語の歌とか歌うんですか。歌わない、歌わない、歌わないんだ。高校3年生、高校3年生。あ、高校3年生と、うーん、大ヒット曲いっぱいあるからそれ必要ない。ああ、そっか、そうだ、それ泉さんと伴奏してるとき私はヒット曲ないからって言ってあのね、ヒット曲ないからってね、いつもなんかあの謙虚に言うんですけども、そうなんだ、ヒット曲があればもうそれで一発なんだね。この間あのここであの誰だっけ、平山美樹さんと一緒にやった時もやっぱバッパッパラーンパパッパッ、あれが出てきて本人がここにいるっていうとすごいオーラですね、やっぱりその本人がそこにいるっていう、あれはすごいなと思って、今苦戦してるんですよ。大分でやるんですけどね、これ5000のチケットがね本当に売れなくてね、大分だとね3500円がいいとこなんだって。それでもう困ってたら私の同級生 あの医者の人がね20枚昨日買ってくれたいやもうそういうことがねギリギリないともう全然私が赤字になっちゃう、大変でしたこれ、はい、いやここに来た時すごかった、もう見てみればやっぱり目の前に来るとバンパンパラーバパッパッパッ、あれのってやっただけでねもうガーンって天皇陛下がなんか目の前にいるような気分になっちゃうんですね、すごいな。あのそういうのが最近はないですよね、あのスターっていうか昭和のスターみたいな、まさか目の前にこの人がみたいなね、もう涙が出るようななんかこのリアリティっていうか、まああのね、キムタクなんかあったってそんなにあんまり、このあの歌謡曲界のスターの存在感ってすごいなと思う本当に。はい、そしたらですね、今日はなんかこんなのもらうとか、私の周りにはね、私の年配、私よりもずっと年配の人たちで応援団がいっぱいいましてですね、これあげるよとかね、ジャズパレードとか、なんかこれなんかのこういうこれに随分いろんなの、100円なんですけどね、全然見たことないけど、まあ、見て、本当に日本語で全部オーマイラブとかね、インディアンラブコールとかなんか名前は聞いてるんだけど、そういうあのこれは歌ったことあるね、人の気も知らないで、人の気も知らないでってあの淡谷のり子ですねとかね、古いのがいっぱいあって面白いんで、もう一個持ってきてみたら、これはね千一っていうんですけど、あの私がジャズのピアノの先生に、ピアノの先生、私はあの千川のが母校ですけど、ピアノの先生、ジャズのピアノの先生が、私が3年の時に、演劇をやる人はクラシックの発声だけじゃなくてジャズとかミュージカルの発声をできなきゃダメだっていうんで先生が入ってきたんですね。でその先生に習ったんです、ジャズピアノは。でその先生はシャープス&クラッツのピアニストだったんです、唯一女性の、もう最初の頃の原田博子さん。で府中に住んでるんですよね。で府中に通いに行って、で一番最初行った時に千一っていうのがある、でこれは海賊版の本だって言うんです。今千一ってあの印刷されて出てますけど、これはもう手書きなわけ。それであの進駐軍で向こうの曲をみんな知らないので歌ってもらって、黒人とかに歌ってもらって耳でコピーして、だからね間違ってるのもあるんですよね、あのコードとかをつけて、それで手書きで、それでパーッとこう吸って、まあ、青いインクがあのミュージシャン仲間でこう海賊版って言ってた、とにかく回ってるんだって。でこの大きさがねとっても楽なんですよ、こういうふうに置いて、あのこれよりすごく大きかったり太かったりとか小さいと見えないし、これがものすごくねいつも思うんですけど、いい大きさだなと思って。でもうないですよこれ、はい、実践パートって知ってる？え？実践パート知らない
ビッグバンドの譜面を米軍の人たちが持ってる。へえ。それなんか10セントで売ってくれたらしい。10セント、うん、へえ。その当時よ。ああ。で、パンタブがあるわけ。ちゃんと印刷した譜面がある。印刷した譜面があるんだ。だから日本のビッグバンドはそれで演奏を覚えていた。10セント現在のどれくらいのくらいか知らない。かなりある。10セント?10セント。セントね。千、一千、二千の一千じゃなくて、セントね。1ドルの10分の1。1ドルの10分の 1? 1ドル360円だったでしょ。360円の時代。36円だ。それが、ワンパートが36円か分かんない。全体、ビッグバンド全部で36円ってことないと。ないと思うけどね、いくらなんでもね。一つ36円。みんなにしてパートって言って。あ、そうだけど。それで曲を覚えた。それで16人いるわけですよ、だから。16人編成だもんね。そうなんだ。そうやって楽譜を読むこととか、とにかく読めなくてもベースを持って立ってて弾く真似したらお金になったらしいんですよね。みんなもとにかく食べられないから、そうやって少しずつ等級が上がってって稼げるようになって、で仕事をね全然だって食べるもんないわけだからっていうところから、もう知らず知らずのうちに学んでしまって、それが今度作曲のこの歌謡曲の作曲とか編曲とかに生かされて、なんかね、それでビッグバンドはそのままテレビのね後ろにこうバッとこうテレビ時代になるんだけど。Yes.
本隆さんで、曲は大村正郎さんって、この人は知らないんですけど、知ってます？知らないな。このとってもなんかジャジーな感じで、で最初松田聖子さんが歌ってるっていうのは隠しといてね、ペンギンのサントリーのビールかなんかのペンギンが歌って踊って歌う CM で流れたんですよね。で聖子ちゃんの歌がすごく素敵だったんで、みんなもう問い合わせがあって、初めて聖子ちゃんの歌だっていうこと分かったんですけど、松田聖子ちゃんとは会ったことがあるんですよ。まだもう本当にね、売れる前、もう今から売れるっていう時に西城秀樹のバックコーラスダンサーをしてたんですよね。やめろと言われてもって、やめろね、バックやったでしょ。やったよ。いやだから合ってんですよね、うん、あれやった時後ろにいたんだもん。こうやめろと言われても今でもできるんですけどね、バックコーラスダンサーやってて、でそのワンクールっていうと3ヶ月なんですけど、3ヶ月はぴったり、ほとんど毎日のように地方に行ったりテレビに行ったり、テレビも手帳に26時って書いてあったりするんですよね。もう本当それでね、タクシーの中で着替えたりなんかして、あの時はもう本当にいろんな人に会ったんです。その時に、もちろん花の中3トリオも会いましたし、私たちの方が年上だから、なんだっけ、山口百恵さんとかね、今から行ってきますとかね、このお姉さんだと思って私たちにこうね挨拶、はい、行ってらっしゃいなんつってやってたりとか、女性の楽屋では奥の方に、一番奥の方に、もう多分一番奥の方の別室みたいなところにいるのがとっても偉そうで、誰かなと思ったらザ・ピーナスなんですよね。ザ・ピーナスの2人はもうやっぱり渡辺王国のあれだっていうのか分かんないけど、なんか後ろでねタバコ吹かして2人でガラガラ声でね、歌と全然声が違う。でも本当、あとはあれだ、ほら黒柳徹子さんが髪の毛を自分でねシュッ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 って、誰もお付きの人がやるんじゃなくて自分で言っちゃうのも横で見てたりとか、そういうところで増田聖子ちゃんがまだ本当に芸能界入ってきたばっかりで、もう走り回って後ろの方で走り回ってなんかインタビュー受けたりとかしてるのを見たことありますね。1974年だな、西城秀樹についてって大阪球場で、今や伝説になってる大阪球場でね、オートバイに乗ったりとかワゴンに乗って上からこうカーッとこう降りてきたりとか、ね、それの後ろでやめろと言われて思ってねやってたんですよね。スイートメモリーズを歌うと、それを思い出します本当に。それでは、何を歌うって書いてあったっけね、さっき、私のまあ、ちょっとこれは似てるからやめとこうか。プリテンドっていうね、曲があります。いろんな曲がね本当に日本語に訳されて、いろいろあるんですけれども、日本語に訳されて歌ってるうちに、日本語の歌をみんなが作ったりとかするんですね。Begin the Begin って書いたっけ。これはビギンザビギンのところに星地風紀って書いてあると思ったんですけど、宝塚はもう本当にやっぱり日本語で、たくさん、向こうの曲を、ね、やってます。ビギンザビギンってやっぱり踊りの曲がいっぱいありますよね、ダンスがつくから。
ペギーハイムさん、そういう意味ではものすごくいっぱいいろんな歌があるな。これは、やっぱりさっきの平岡誠二さんが作ったんだ、木琴でしたね。まだ忘れてないってことはボケてないじゃん。えビブラボ、ビブラック、ビブラボ、あ、そうですか、全部、そうだね、作曲できるんだからね、やっぱり鍵盤楽器はできるんだよね。
そうだからね、歌謡曲の中には軍歌ものリズムも入ってるんだってね。なんていうかジャズも、ジャズもあり軍歌もあり、それからなんか、古賀政男さんは、朝鮮に渡って朝鮮のなんか三拍子とかを取り入れて、古賀さんはなんか随分いろいろ作ったっていうふうに。そしてそこから、渡辺、プロダクションがもうオリコンのトップをずっと独占してるところから、途中からね、ヒットが、ガラガラっと変わる、何度かそういうふうに、陣地取りじゃないですけど、ヒットする敷地がね変わっていくんですよね。渡辺、帝国の次は何だったかな、確かね、ビーイングっていうね、小田なんだっけな、小田さんとかね、すごく大黒摩季とかいるところですね、ミケとかあの辺のお手伝いはしたことあるんですけど、ビーイングっていうところがもうね1番から10番までバーッと席巻してる時があって、それでその後に小室さんが来て、それで小室さんの後に、なんだっけ、宇多田ヒカルさんが出てきたので、急になんかね、和製 R&B、ね、っていうあの分野がみんなつっか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 、ひらなんだっけな、アメリカから帰ってきたとかみんなあれになっちゃって、そのうちになんだこの歌ってもっとシンプルなのがいいんじゃないかって急にみんな島唄に行ったんですよね、っていうふうにね、ずっと日本の歌謡曲ってこう一応こう歴史というか編纂のその図があるんですよね。戦後はやっぱり進駐軍から来て渡辺帝国っていうか渡辺さんたちがジャズなんかやってたんで、なんかしたって、その後にずっとそういうふうに来て、まあ演歌は横にずっとあるんですけど、で、その間にフォークがあるけど、フォークとかニューミュージックはみんなテレビとかあんまり出なかったんですよね。そして、だんだんリズムが変わっていって、そしていやいやリズムじゃなくてハートだよっていうのが沖縄系、今その後ヒップホップになって、今はインターネットの時代でそういうふうに一つ の, ジャンルが前面に出て、それがこうビャッていくっていう時代じゃないんだそうですね。インターネットになったんで、結局さっき言ったように平山美希さんがここにいて「カーレノ」って歌い出したら、もうみんなどぎもがねズキってくるような、そういうスター性がのある仕組みがなくなったっていうふうに言われてますけど、でもまあ昔よりも楽器持って歩いてる人が多いし、本当に多いしね、音楽も昔はこういうところでアマチュアの人は歌えないでね、カラオケができちゃったし、まあ、いろんなことがあってどんどん変わっていくけど、昨日はですねクラシックの、私のもともとクラシックなのでクラシックのコンサートを聴きに行ったんですね。私音大は出てないんですけど、演劇の方が、人を深く掘ってるかなって思って演劇に行ったんですけど、昨日は本当にね芸大卒の2人がピアノとクラシックやってました。前は良かったなと思ったんだけど、やっぱり上手いと 人の心にピンとこないなみたいな、プロとかアマチュアとか関係なくて、このピアノを弾ける幸せ、それからピアノの音が鳴ってる、このピアノが鳴ってる、そして聴いているこの幸せというかね、交流っていうか、それを知っちゃったんだよね最近。ジャズをやっていろんな人と一緒にやってる間に人の音が聞こえるようになってきた。クラシックをやってる時は弾くことに一生懸命だったけど、で昨日見たら、あ昔の私こうだと思って、音がうるさいんですよ、とにかく書いてあるのをちゃんとやればいいっていうようなね。分かる分かるそうなんですよね、不思議。いつももう私より年上の素晴らしい人なんだけど、いつの間にあんなになっちゃったんだろうかな。勉強してる感じなのよね、もうずっとテキストとテキストなんですよ、音楽がね。言ってること違うな。あ、そうですか。
それなんでね、あのお互いの音を聞いてないわけ。クラリネットがやってるんだったら、うん、クラリネットの音に対してこっちの音があって、うん、でっていうね、お客さん側の方からしたら一つの気持ちだし、うん、ピンと入るものだけどね、一生懸命やってるわけ。ブラームス と 会話してるみたいな。だけどブラームスと会話ったって、ブラームスもきっとそうじゃなかったと思う。一生懸命ね、音に弾いちゃってるんですよね。引き倒しちゃってる。昨日のね、鑑賞は、久しぶりのクラシック鑑賞はすごく勉強になった。今日はそうはしまいなっていう、あれのあれは私はやりたいと思ってなかった。ジャズでもジャリオジャズピアニストでそういう人多いよあなたは違うよああそう、だからここに何回も出てありがとうございますありがとうございますどうもありがとうございます本当にね、本当なんですよ。そうね、もうなんかをね、多分だってみんな好きだったからね、音楽やってるし、最初は何かに感動して、そういう、こう金銭に触れるようなところにいたはずなのに、プロといえば、プロになればなるほどね、っていうか、うん、なんか知らないけど、何、生き方かな、よくわからないですけど、音楽って面白いですね、本当に。じゃあ、それでは、1曲やってまた最後締めてもらいましょう。締めるかどうかわかんないけど締まるかどうかわかんないけど、そういうことで、じゃあ、金銭に触れるなんていう話になっちゃったんで、ですね、まあ、引き倒しちゃう歌もいっぱい、まあ、あのね、バンドと一緒にやるとね、引き倒すバンドと一緒にやるとね、やっぱり向こうがいろいろ、下間さんは違うんですよ。下間さんはやっぱり聞いてくれるしコミュニケーションするんだけど、大体他のは負けまいとするんで、うん、1回目のステージなんか、あのベースがいるだけでね、よしなんて、もう入ってきた時よしと思っちゃうともうダメなんですよね、うん、後で反省するんですけど、そうじゃないんですよね、それ上手い下手とかでもないし、やっぱりこうね、なんていうかな、なんていうかですね。Thank you.
最後ださん、最後ださん、行きましょう。Tell me when will you be mine? Tell me quando, quando, quando. We can share a land divine. Please don't make me wait again. When will you say this to me? Tell me quando, quando, quando. You mean happiness to me? Oh, my mama, tell me when. Every moment of day, every day seems the right time. Let me show you the way. Why you'll be a companion? I can wait a moment more. Tell me quando, quando, quando. Say it's me that you adore. Yeah.
light as a thistle, quick, quick as a wing, upon it twinkling to this little penny thistle upon. To see the tears never fall, this little penny is a lost little penny, most important of all. This penny is to our bone. なりますので、それ何をやる予定だったか、いろいろあったはずなんだけど、これは何でしょうか。はい、ではね、最後だから、まあ、ちょっと、まあ、今日やるののプログラムはどっか行っちゃいましたけど、今日は随分いつもやってないような曲で、ピアノ1本だったらできる曲っていうのがいっぱいあるんですね。あの他の曲あまりみんなもう私は勝手に弾けるので、一人でできちゃうということで、まあ、アゲインもやるつもりだったけどアゲインもつまらないからこうそういうことで、とあれですね、トゥーヤングもつまらないな、こうやって見ると本当につまらない、全部つまらない、全然つまらないけど、どれもこれもみんなつまんないな。というかね、何が面白いかなっていうのは、こっちにいる人が、例えばここにここの場がですね、あの有料高級老人ホームだったとしたら、今歌うと私は嬉しいっていうかね、もう受けるから嬉しいっていう受けるのが嬉しいっていう感じなんだけど、今それではいけないという今日のライブなんですよね。今日はあんまりあまりこう迎合しないライブですから、どちらかというと自分の一人で寝る時だよ、膝小僧が寒かろう、温めておやりよ。
天井のネズミが歌ってくれるだろう、一緒に歌えよ。これで高級老人ホームじゃ絶対歌えない。一人で寝るときにゃよ、もみ殻枕を、思い出が濡らすだろう、人恋しさに。人数は少ないんだけども、ここは本当は満杯入らないといけないかな。まあでも私一人ならこんな感じでいいかなと思って、またなんかピアノがいい、やっぱしね、グランドピアノがいろんな場所があるんですけど、グランドピアノのところはやっぱりいいな、なんか、ね、突き抜けますね、気持ちが全然違う。ありがとうございました。遠くから本当にありがとうございました。もう一曲どうですか。もう一曲かな、もう一曲といったらですね、じゃあドラマの曲でお送りしたいと思います。ドラマの曲といいますかですね、まあそういう演劇家なもんですから、音楽なんだか演技だかよくわからないっていうような曲です。Yeah.
Spreading the news, I'm leaving today.